クローントルーパー、クローントルーパー、クローントルーパーズは、アメリカの SF 映画、スターウォーズシリーズに登場する架空の、クローン兵士である。銀河共和国軍の兵士で、後の銀河帝国軍のストームトルーパーの前身でも、ある。実写映画版では声及び素顔の場面を、クローン元である、賞金稼ぎ、ジャンゴフェットを演じたテムウェ・モリソンが演じた。スターウォーズ、 クローンウォーズ及びその続編にあたる、スターウォーズ、クローンウォーズでは、ィー・ブラッドリー・ベイカー製を担当している。銀河共和国から最新鋭の兵器、艦船、戦闘機、装備を与えられ、ジェダイ将軍の率いるクローントルーパーは、クローン大戦中、銀河系の各地で行われた数多くの戦いで、煩雑な司令系統を持つ、共和国軍を勝利に導き、 銀河史上屈指の軍隊と内外に広く認識された。しかしそれと同時に銀河史上を稀に見る戦いの傷跡を銀河系の各地に残した。エピソード1におけるナブーの戦いにてシスの暗黒鏡が密かに復活暗躍していたという事実に対しジェダイマスターのサイホディアスはこの見えざる脅威から銀河鏡和を守るために辺境の惑星カミーノの銀河有数の クローニング技術を持つカミーノ人にクローン軍の製造を密かに発注した。当時ジェダイ騎士団と一定の距離をとっていたサイホディアスは極秘にこの計画を進めることを決意し銀河元老院最高議長のパルパティーンにのみこの計画を打ち明けた。だがサイホディアスはその後親友であったはずのドゥクー伯爵に彼がシスの暗黒教となるための証明を兼ねて殺害されてしまう。 しかし、計画は続行し、ティラナスなる人物の圧線で、銀河最強の賞金稼ぎと言われた、ジャンゴフェットから遺伝子提供を受け、それをもとに、クローンは製造されたのである。この、ティラナスなる人物の正体は、シスの暗黒教となり、授かった、ドゥークー伯爵の新たな名、ダースティラナスのことであった。パドメアミダラギーン暗殺未遂事件の首謀者を、追跡していたオビワンケノビは、 事件究明のために訪れた神井ので偶然にも、クローン軍団の存在を発見し、報告を受けた銀河共和国とゼダヨーダーには衝撃が走った。織氏も、軍隊創設案が提言されている中で、独立政系連合の武力行使の可能性が急速に高まったため、共和国は、クローン軍団をもって共和国軍を編成して、惑星ジオノーシスに派兵。 以後3年間続いた銀河規模の戦闘はクローン対戦と呼ばれることとなる。成長したクローンは遺伝子のホストであるジャンゴフェットと全く同一の予防、体型を持ち、幼少期から成人するまでの間に様々な軍事訓練を施されている。しかし、遺伝子に調整が加えられており、生産性向上のため通常の人間の2倍の速度で成長、また、脳には コントロールチップが埋め込まれ反乱を起こさぬ、要独立心や自我を極端にそもそもされて作られている。それゆえ、どのような命令にも疑うことなく従う。また知力にも優れ、通常のドロイドとは比べ物にならないほど優れた状況判断力を持っている。クローン・トルーパーは皆、全くの無個性であると考えられがちだが、自我を抑えられて作られていても人間であることに、 変わりないため、口述されている通り従順性にとらわれない柔軟思考を胸とし、それぞれ任務に応じて特別な訓練を受けた兵員も少数ながら生産された。この一部の指揮官クラスの兵士たちは、より自我の操作が緩やかに設定されているため、個別の訓練や戦闘経験などを通して生じたであろう、能力や思考における明らかな個体差が見て取れる。また、 それぞれ愛称で呼ばれ、個体の識別を目的とはしながらも、独自に髪型を変えているものも存在する。また、一般のクローントルーパーでも、独自の名前を持つ者や装甲服をカスタマイズする者が現れたり、時にはジョークを飛ばし、仲間で互いにかばい合うことさえある。さらに戦争が長期化した結果、各地の戦場を渡り歩き様々な経験を積んだクローンが出現することとなり、 中には先行を挙げて昇進したもの、CT-65、91から6210、通称、デビスや失態を演じて降格されたもの、CT-55、11から9009、通称ジャイガラー。戦闘ストレス反応や PTSD、重度の外傷等が原因で非戦闘部門に、配属外になった個体も存在する。さらに、スターウォーズ。 クローンウォーズでは敵に内通して情報を流したり、兵士としての責務に疑問を感じ分を脱走した個体が存在する。共和国とジェダイ騎士団のためにと製造されたはずのクローン軍であったが、それを依頼したサイホディアスを、ドゥークー伯爵、ダースティラナスが殺害して、依頼を横取りして、待った時点で、すべてはシスの暗黒教の壮大な計画の支柱にあった。 パルパティーン最高議長の秘密裏の要望で、クローン兵には緊急時に最高議長の声を最優先の指令として実行するようにプログラムされたバイオチップが製造段階で頭部に埋め込まれていた。これは、パルパティーンの正体がシスの暗黒卿ダースシディアスであることを知らないカミーノの人々共和国最高議長のためならばと依頼を了承したためである。 このバイオチップを内蔵されているクローントルーパーたちは大戦の終結時にダースシディアスの発令したジェダイの大粛清オーダー66に忠実に従い銀河に散らばり大戦で疲弊していたジェダイたちの壊滅に貢献したその後シディアスはこの粛清の理由をジェダイが大戦に乗じて銀河を支配しようとホンを起こしたためと偽り 共和国政を廃止し新たに自身を皇帝とする銀河帝国を樹立、帝国の支配体制下で、クローントルーパーは帝国軍のストームトルーパーとして再編された。その後、スターウォーズエピソード4、新たなる希望の5年前には皇帝の命令によりすべてのクローントーパーは退役している。彼らは認識番号によって互いを認識しており、下級の兵士は、 重心の長い d c 十五ブラスターライフルやブラスターピストルで武装し、コムリンクや呼吸補助装置が内蔵された白いヘルットをかぶり、黒い温度調整ボディローブの上に、それぞれの体型にあった二十ピースの白い走行服を着用している。黒温帯戦初期には、走行服のペインティングによって階級が表されており、下から順に、緑が、軍装、サージェント、分隊長、 青が、中尉、ルテナント、小隊長、赤が、大尉、キャプテン、中隊長、木が、小佐、コマンダー、大隊長であった。しかし戦争が長期化するにつれ、ペインティングによる階級制度は廃止となる。装甲服に施されたペインティングは、所属部隊を表すようになり、さらに装甲服などの標準装備も改良され、様々なクローントルーパーの兵士が創設された。 代表的な兵士としては、惑星マイギートで、ジェダイマスターキーコールアディーコールムンディ将軍を殺害した、クローンコマンダー、バカラの指揮する多目的部隊、ギャラクティックマリン、オーダー66を受けて、ダースベイダーと共に、ジェダイ聖堂を襲撃した、クローンコマンダー法の指揮する、装甲服の随所に青い装飾の施された、第501大隊、首都惑星、コルサントの防衛。 治安維持を主任務とし、時にはパルパティーンの警報を行う赤いペインティングの施されたクローンコマンダーサヤの指揮するショックトルーパー等がある。銀河元老院最高議長が司令官を務める共和国軍は共和国大陸軍と宇宙軍からなる。大陸軍には320万ユニットのクローントルーパーが所属し、10個整形軍からなる。 通常軍と特別軍からなっている。通常軍と特別軍はそれぞれ別の戦闘序列により編成されている。成形軍は、ジェダイの最高将軍一名が指揮する2個のセクター軍、方面からなっており、総兵力は327,680人である。セクター軍は、ジェダイの高位将軍一名が指揮し、4個のコープスによって構成されている。 総勢163,840人。コープス、軍団はクローンマーシャルコマンダー。クローンコマンダーの最上位階級及びジェダイの将軍、各1名が率、い、4個レギオンからなっている。総勢49,60人。レギオンは、シニアクローンコマンダー及びジェダイの将軍各1名が、指揮し、4個レジメントからなっている。総勢1二2 4 0人。レジメント、 連隊は、クローンコマンダーが指揮し、4個、バタリオンからなる、総勢2560人。バタリオン、大体は、クローントルーパーメージャー、詳細一名が率、き、4個カンパニーからなる、総勢640人。カンパニー、中隊は、隊員、キャプテン1名が指揮する4個小隊からなる、総勢160人。プラトーン、小隊は、中尉。 ルテナント1名が指揮する4個分隊からなる。総勢40人。分隊は、軍曹、サージェント1名が率いる9人のクローントルーパーからなる。特別軍は、アークトルーパー等、独立心の強いクローントルーパーたちで構成されており、彼らは、ジェダイ抜きの特殊作戦に投入されていた。編成は、特別作戦、ブリーゲード、SO 武道最上都市。 ジオノーシスの戦いの1年後まで1 0個のバタリオンで創設され、ジェダイの後位将軍、アーリガンゼイが指揮する20のコマンドループ、総勢1万名で構成されている。コマンドグループは、バーダンジャシクや後には、エテエン・ターマカンのように、ジェダイの将軍が指揮を取っており、5個カンパニーからなる、総勢500名。カンパニーは5個、トループ、総勢100名からなり、 トループは5個分隊、総勢20名からなり、分隊は4名の兵士からなる。軍の編成は、クローン対戦を通じて、ほとんどが変化しておらず、後の銀河帝国へとそのまま引き継がれている。クローン軍の指揮官である、クローンコマンダーは、育成過程でその才能を見出され、特別な訓練プログラムによって創造性と、独立心とを高めた、クローン。 戦争の長期化に伴って戦場で手を立てたクローンがコマンダーに出世することもあるががなり、レックス、ブライ、コーディ、ダビジャン、ジャイガラー、グリー、アポー、ネイオ、サヤ、バカラなど自分の名前を名乗ることを公認された者もいる。ちなみに長期のクローンコマンダーは全員アークトルーパーの隊長の一人、アルファから直接指導を受けてる。なお、後に、 帝国軍所属のストームトルーパーへと変遷していく。これは、クローン兵は倍の速度で成長するため兵として退役が早いことと、クローン兵を製造していた惑星カミーノの人々は、自身らがシスの暗黒鏡及び帝国に加担していたと知らずに、クローン兵を製造しており、スターウォーズエピソード3、シスの復讐後に、その事実を知り、帝国に対し反旗を翻したこともあり、 帝国独自に他たのは星でもクローン兵の製造施設を建設するも銀河全域を支配下に置くにはクローン兵だけではトルーパーの意がまかなえなくなり士官学校、アカデミーから普通の人間もトルーパーに徴兵するようになった。そのアカデミーの様子はスピンオフ作品、スターウォーズ反乱者たちなどで描かれている。異常によりクローン兵と普通の人間が混在する舞台。 ストームトルーパーになった。使用する諸装備もクローントルーパーと告示したものが多い。設定では、帝国時代の最盛期には20億人のストームトルーパーが存在していたとされる。普通の人間の兵の数が増えたこと、戦時下でなくすでに帝国の圧制下の時代であったこともあり、ジャンゴフェットのクローン兵だけで構成されたクローントルーパーに比べると、兵士としての連度は低い。 スピンオフ作品、反乱者たちによると、少なくとも、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる、希望の5年前には、皇帝の命令により、ジャンゴフェットのクローントルーパーはすべて解散、退役している。なお、ゲーム、スター・ウォーズ・バトル・フロント2でのゲーム中の説明でも、共和国軍から帝国軍へと変わったというセリフがあり、ゲーム中でも、 その際にストームトルーパーの純白の装甲服と装備 E-11 ブラスターライフル等に変わった。しかし、旧来の装甲服、エピソード2、またはエピソード3時の装甲を好む部隊も存在している。クローオントルーパーの特殊部隊であり、一般のクローオントルーパーと同じように惑星カミーノで製造された。しかし、 アークトルーパーには成長加速以外の遺伝子操作が一切施されていらず、一般人とほとんど変わらない自我と柔軟性を持っており、上官、大抵は将軍に任命されたジェダイが訓練によって培った自分たちの戦略、作戦関連に反する指令を出しても堂々と論する。さらに彼らはクローンのために遺伝子を提供し、戦闘に関しては、 金額師の腕を持つ賞金稼ぎジャンゴフェットから直接訓練を施されており、ジャンゴフェットの癖イコールグ的にはガンスピン等のガンプレイや性格が映った者も,も何人かいる予想外の出来事にも的確かつ冷静に対処し、完璧なチームワークと手信号によって隠密かつ迅速に展開することが出る。しかし共感であるジャンゴフェットがジオノウシスの戦いにて落命したため、 彼から直接訓練を受けたアークトルーパーはごく少数に止まる。赤や青のペインティングが施された一般のクローントルーパーよりも高性能の装甲服、強力なスタンガン、爪付きフックケーブル付きに身を包んだ彼らは通常10人前後のチームで行動し、ブラスターライフルやブラスターピストルの他に任務に応じて無反動砲やガトリング型ブラスターキャノン等の重火器を携行する。 アークトルーパーは、主に高度な柔軟性と自律心が求められる、困難な作戦に投入され、カミーノの戦い、ムーニリンスとの戦い、ハイポリの戦いに参戦し、ムーニリンスとの戦いでは敵地に潜入し、突然のトラブルにもかかわらず難なく敵の攻撃を、退け、長距離レーザー砲を破壊し、敵の司令部屋上に拠点を確保する。特に、ハイポリの戦いでは、 グリーバス将軍の攻撃で全滅寸前に陥っていたキーコールアディーコールムンディをはじめとするジェダイチームを抜群のチームワークで救出する。後にアークトルーパーの隊長の一人はオビワンケノービからアルファと名付けられ数々のロークを共にする。そして長期化するクローン対戦を銀河共和国が制するため新しいクローンコマンダークローントルーパーを指揮するクローンの指揮官を 要請するために、カミーノへ戻る。後に、彼の指導の下で特別な訓練を受け、多少の個性と名前を持った、コーリア・グリーやバカラ闘神世代のコマンダーが、数多く誕生し、各方面で、共和国軍の勝利と、ジェバイ将軍を支える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。